はい、半間岩先生です。今日はもう0時になろうとしています。今日はタイですね。ですので何回か繰り返して、タイで手数料分だけ600円負けた程度ですかね。月曜日は本当は実際月曜日は日曜日のデータで分析するんで、やっちゃいけないんですけども、先週もタイでしたね。今週も月曜日は儲からないということでね、調べております。デモ講座でやってます。で、12時10分になりましたね。4月30日火曜日、10連休ですね。で、こちらインジケーターですね。表示のデータもありませんね。で、4400円になってます。何十回か投資しております。月曜日ね、タイの成績で、デモ講座ですので、ね、600円負け、これでタイなんですね。1回150円負けるくらいだから、1、2、3、600円か。4回シグナルが来てる。4回じゃないな、8回ですね。8回出て勝ったり負けたりしてるということですね。8回取引されてるわけですね、月曜日ね。ということですね。シグナルは今のところ出てないんですね。見つかってないですね。見つかると白文字になります。そんなことで、今日はね、この日付で30日になりますね。火曜日になったばかりですね。0時過ぎてね。そういうふうなことです。火曜日になったところですね。そろそろこれ分析ができるようになってきます。火曜日ですからね、正確なデータが取れるかと思います。